タイトルなんですけど、まあ、不動産の話だけに聞こえてしまうかもしれないんですけど、これ意外と親子とか上司とかとか、まあ、コミュニケーションも通じるような話になっていますので、ちょっと楽しみにね、聞いていただければと思うので、今回はどうぞよろしくお願いします。はい、実はね、こんなお客さんがいたんですよ。ちょっとごめんなさい。3ヶ月、半年、1年、3年、自分がサービスを提案した
当に喜ぶことが、もし、可能もしくは幸せだと思えるものだったら、ぜひ言いましょう。具体的に、何で人が喜ぶって、自分です。本人が、自分がその人を見返ると提案して、本当に良かったなと思ってもらえるような形が取れれば、僕今、9年の紹介をしてるんですけど、80年の紹介もらえるような形になります。なので、目先のことじゃなくて、先のものを考えて、ぜひ、提案してみてください。私の話は以上です。ありがとうございました。